占い師ってなんで信用されるんですかっていう質問ですね。これ誰にでも当てはまることを自分にだけ当てはまっていると勘違いすることをこれバーナム効果っていうんですね。はいどうも大谷です。本日はですね、簡単に信用を勝ち取る方法についてお伝えしていこうかなと思います。はい、で早速ですね、内容に入っていくんですけれども、まあ、その前に一つ質問があります。それ何かっていうと、占い師ってなんで信用されるんですかっていう質問ですね。はい、まあ、これいろいろ答えがあると思うんですけれども、まあ、もしかしたら知ってる方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、その答えに関しては後ほどお伝えします。はい、でこれなんでかっていうとですね、当てるからですよ、簡単に言うと。はい、まあ、例えばですね、丸々なところがありますよねみたいな感じでですね、占い師は、まあ、あたかもですね、私はあなたのことを知ってるんですよ、理解してますよみたいな感じのこう質問をぶつけていって、でお客様はですね、その質問をぶつけられると、まあ、大体合ってるじゃないですか、そういう質問とかって。でするとお客様はこの人分かってるなーっていう風になるわけですよ。はい、まあ、つまりですね、どういうことかっていうと、当てることによって信頼させる、信用させることがこうできるわけですよね。まあ、しかしですね、これ実はからくりがあるんですね。どういうからくりかっていうとですね、実はこれ誰にでも当てはまることをただ言ってるだけなんですよ。まあ、どういうことかってことをですね、まあ、具体的にお伝えしていくんですけれども、まあ、ちなみにこれバーナム効果ってご存知ですかね。でこのバーナム効果って、まあ、有名な心理テクニックだったりするんですけれども、バーナム効果って何かっていうと、これ誰にでも当てはまることを自分にだけ当てはまっていると勘違いすることをこれバーナム効果っていうんですね。はい、まあ、例えば具体例見ていきましょう。例えば仕事とかでですね、例えば上司が部下にかける一言って一言でこう信用させることができたりするわけですよ。どういう一言かっていうと、例えば最近疲れてるんじゃないみたいな。はい、大体ですね、仕事必死こいでやってる、例えば20代のね、新卒の人とかって結構疲れるじゃないですか、最初覚えることとかも多いから。でそれでですね、上司が先ほどみたいにこんな最近疲れてるんじゃないみたいな一言をかけるとですね、うわこの上司分かってるなみたいな感じになって、最終的にこう上司のことを信頼しちゃうんですよね、新卒のサラリーマンって。まあ、つまりですね、相手から信用を勝ち取るためには一体何をすればいいのかっていうと、これです。誰にでも当てはまることをただ正々堂々言う、これだけなんですよね。これだけでですね、相手から信用を勝ち取ることができるんですね。はい、というわけでですね、今回はこんな汚い法則、誰にでも当てはまる心理法則3選ということでですね、これをバーナム効果に応用するための方法をお伝えしていこうと思います。はい、で今回バーナム効果についてはさらっと語ったんですけれども、もしもですね、論文とかで、あとは、からくり、そのバーナム効果の構造ですね、まあ、確証バイアスとか、まあ、いろんなものがあるんですけれども、そういった構造とかを知りたい方は、これブログとか動画にもなってますので、まあ、YouTube 概要欄からこちらの動画チェックしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、ではですね、先ほどお伝えしたこちら、誰にでも当てはまる心理法則3選をですね、ご紹介していこうかなと思います。でそちら、こちらですね。はい、その3つの心理法則がこちら、1つ目、偏方性の原理、2つ目、一貫性の原理、3つ目、行為ですね。まあ、それぞれですね、詳しく解説していくとともに、バーナムトークって言ってですね、じゃあこの心理法則を踏まえてどういうトークをぶつけていけばいいかみたいな具体的なお話もしていこうと思います。では1つ目からいこう。偏方性の原理、まあ、これは簡単ですね。僕のブログとか YouTube をですね、めちゃめちゃ見てくれてる方だったらもう分かると思います。はい、お返しをしないとと思う法則のことですね。例えばバレンタインですよ、バレンタインの日にチョコレートを女子からもらったら、ホワイトデーの日に何かお返しをしなければならないみたいな義務感のようなものを背負うわけですよね。これが偏方性の原理になります。はい、ではこの偏方性の原理をですね、まあ、トークに切り替えていきましょう。どんなトークかというとこれですね。はい、〇〇さんには義理がたいところがありますねというものですね。はい、ちなみにこれあなたは当てはまってますか？多分多くの人、 95% ぐらいの人は多分当てはまってると思うんですけれども、この偏方性の原理って割と誰にでも当てはまってるような心理法則なんですね。まあ、ここでお伝えしている3つの心理法則って基本的には誰にでも当てはまってるような心理法則なんですけれども、まあ、こういったものをですね、後あと2つかご紹介していこうかなと思います。はい、まあ、これかなり使えるのでぜひ使っていただければなと思います。はい、じゃ次、コミットメントと一貫性の原理。先ほどですね、ちょっと長ったらしくなっちゃうので、一貫性の原理とだけお伝えしたんですけれども、正式名称としてはコミットメントと一貫性の原理です。これ何かっていうと、約束を貫き通そうと思う法則のことを言うんですね。はい、まあ、例えばですね、集合時間とか考えていただければなと思うんですけれども、明日10時に集合ねって言って、例えば約束を取り付けたとしますよね。で例えばあなたが遅れてきたってなると、罪悪感みたいなものを背負いません？であとは明日は10時までにしっかりと、間に合わせないとみたいな感じのなんかプレッシャーみたいなのを背負いますよね。これがコミットメントと一貫性の原理になります。じゃあこれをですね、トークに切り替えていきましょう。こんなトークになります。約束したことは何としても貫こうとする一面がありますねというものですね。はい、でちなみにちょっとこれそれちゃうかもしれないんですけれども、この一面がありますねってのめちゃめちゃいいです。
なぜかっていうと、この一面がありますねっていう言い方をすると、確かにそういう一面もあるなっていうふうに捉えてもらいやすくなるので、この〇〇な一面がありますねっていう言い方はかなり効果的です。はい、まあ、これも多分当てはまってるんじゃないですかね。はい、まあ、次、好意ですね。はい、好意って何かっていうと、好意を持った人の言うことを聞いてしまうという法則ですね。例えば友達からのお願いって断りづらかったりしますよね。はい、まあ、なんとかして聞いてあげよう聞いてあげようって思っちゃうのは、この好意の法則っていうのが働いてるからなんですね。じゃあこれをトークに切り替えていこうと思うんですけれども、こんな感じになります。友達のお願いに何としても応えようとする一面がありますね。また出てきますね、一面。はい、そう、まあ、これも多分当てはまってるんじゃないですかね。はい、そんな薄情な人間はそう多くはないと思いますので、まあ、かなり当てはまってるんじゃないかなと思います。はい、まあ、以上でですね、誰にでも当てはまる心理法則3選ということでご紹介しました。で今回は3選ご紹介しましたけれども、世の中に多くの心理法則がありますからね。でその心理法則って多くの人たちに当てはまっているようなものって結構ありますので、ぜひ自分なりに応用して、ちょっとバーナム効果をですね、こう応用したトークを作ってぶつけるようにしてみていただければなと思います。で実はなんですけれども、これね、バーナム効果には2つのルールってのがあるんですよ。どういうことかっていうと、この2つのルール、今からお伝えする2つのルールっていうのを満たしてないと、バーナム効果って影響を与えることができないんですね、相手に。はい、でその2つっていうのは何かっていうと、こちらです。はい、1つ目、自分に権威があることです。はい、2つ目、ポジティブな内容にすることです。まあ、それぞれですね、詳しく解説していこうと思います。はい、1つ目、自分に権威があるってやつですね。はい、例えば占い師とかがもう簡単だと思います。占い師ってなんか服装とかが、まあ、それっぽくなってますよね。だからもう見た感じ権威とかあるわけですよ。はい、でこれ営業とかビジネスでも全く一緒なんですね。自分に権威づけをしていって、今のトークってのをぶつけていかないと効果がないわけですよ。はい、じゃあどういう風にしたら権威高めることができるのかっていうと、こんな感じ、うん、専門家としてこう振る舞う必要があるわけですよね。はい、じゃあどういう風に専門家として振る舞うのかっていうと、今回は3つご紹介します。まず服装です。まあ、例えば営業マンで言うんだったらスーツ着るとかね。はい、だとお医者さんとかで言うんだったら白衣着るとか、弁護士で言うんだったら例えばスーツ着る、まあ、スーツかぶったけれども、あと弁護士バッチしっかりつけるとかね。そういったまず見た目からしっかりとこう権威づけしていくってところがまず1つ目ですね。はい、2つ目ってのが言葉遣いですね。はい、例えばマジでとかっていうと、これ若者言葉みたいになるわけじゃないですか。はい、なのでそういった言葉を避けて、専門家らしいような言葉遣いをしていく。で特にですね、専門家としてこう見られたいのであれば、なぜならっていう言葉を使うのはすごく効果的ですね。はい、まあ、ある研究によるとですね、このなぜならっていう接続詞を使っただけで説得力がですね、こう 1.5 倍に上がるってことが分かっているので、専門家として立ち振る舞いしたいって方はですね、ぜひ接続詞、このなぜならっていうのを意識するようにしていただければなと思います。はい、で3つ目なんですけど、これ事前情報ですね。どういうことかっていうと、例えばですね、僕もね、オンライン上ではありますが、商談することがあるわけですよ。でその時にですね、僕の YouTube だったりとかブログのメディアをあらかじめ見てから商談することが多いんですよね。でそういう僕のメディア媒体を見て来てくれたお客様って、大体ですね、僕に対してこう権威を感じてくれてるわけですよ。あと他にもですね、紹介をもらってこう営業してる方も多いと思うんですね。例えば保険の営業マンとか不動産の営業マンとかいると思うんですけれども、そういった場合も紹介をもらう際にですね、しっかりと権威付けをしてもらって紹介をもらうようにするとめちゃめちゃいいですね。まあ、紹介をもらう際はですね、ちょっと無理に言うとね、紹介をもらえなくなる可能性もあったりするので、まあ、できればって感じですね。まあ、以上ですね、一つ目のこの自分に権威があるっていうのは終わりにします。で二つ目いきましょう。二つ目がですね、ポジティブな内容にするというものですね。はい、これどういうことなのかっていうとですね、例えば先ほどの偏方性の原理の話だと、〇〇さんには義理がたいところがありますねという、まあ、トークをご紹介したんですけれども、義理がたいところがあるって結構ポジティブですよね。例えばこれが、あなたってすぐ人のことを裏切りますよねってなると、これネガティブなトークになるわけですよね。はい、で他にもですね、先ほど一貫性の原理でお伝えした、約束したことは何としても貫こうとする一面がありますね。これもポジティブな内容になってますよね。であと、最後にお伝えした好意のところでは、友達のお願いに何としても答えようとする一面がありますねっていう質問でした。まあ、こういった感じのですね、ポジティブな内容にすることがおすすめですね。でこれなぜなのかっていうと、ネガティブな内容でですね、このトークをぶつけてしまうと、人間にはですね、それを信じたくないっていう欲求があったりするので、そんなわけはないって言ってこう反発が起こるわけですよね。でその反発が嫌悪につながってしまって、信用性とかっていうのをこう落としてしまうので、ぜひですね、ポジティブな内容でこうトークをぶつけるようにしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、以上でですね、バーナム効果の2つのルールについての説明は終わろうと思います。はい、で今回は以上になります。でもしもですね、バーナム効果について詳しく知りたいという方はですね、こちら先ほどご紹介したんですけれども、ブログと動画にこちらなってますので、 YouTube の概要欄に貼り付けておきますので、ぜひチェックしていただければいいんじゃないかなと思います。この動画がいいと思ったら、高評価チャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。ではまたお会いしよう。
はいどうも、大谷です。現在僕は2つのオンラインサロンを運営しております。1つ目が科学の営業塾、2つ目ってのが科学のビジネスサロン。これら2つのサロンはですね、月額1620円の低価格の結果にコミットしたオンラインサロンになっております。さらにはですね、今だけしかもらえない限定の特典なども用意しております。興味がある方はぜひ YouTube の概要欄の方をチェックしていただければなと思います。ではまたお会いしよう。